いや先生、お疲れ様でございますね。お疲れ様です。まず授業ありがとうございます。ということで、休み時間ラジオでございますってね。大したことは喋りませんのでね、ぜひ皆さん、なんかしながら聞いていただいたと思いますね。お願いします。よろしくお願いします。ということですね。週末、岩手にね、行って、まあさんね、入りまして、呼んでもらいました。レジェンド OB マッチというですね。いや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 。主催から10年頑張ろう、岩手スペシャルマッチというのを、元日本代表から皆さんお集まりになってですね。うん。J3 の岩手グルージャー森岡対、はい。ガイナル鳥取というね、公式戦の前のお時間にですね、うん、まあ、そのレジェンドの皆さんのサッカー教室あり、ね、うん、そしてレジェンド OB 対地元中学生の選抜チームの、ね、これが盛り上がったんですよ、試合あり、J3 公式戦がありというですね、すごい週末よ。3本立ての、はい、私はその 2本目のですね、うんうん、クラウドファンディング応募してくれたさった方用の、アーカイブにも残ってない実況をしに行ったんですけど。はぁ、いや、だからそのね、なんていうの、その岩手の岩銀スタジアム最高でしたよ、先生。ほんとっすか。テレビではもちろん見たことあると思うんですけど、これ、普通にいつも言ってるから常識でしょうけど、照明がついたのご存知？もちろん。最近ついたんですよね。ジェイスリーの中でも、やっぱ唯一照明が、みたいなことになってたじゃないですか。ないとできないみたいな。だからこそ、照明ないのかよじゃなくて、一番新しい照明がついてるんですよ。いやー。これがすごいのよ、先生。これ多分現状ないと思うんですよ。ほうほう。ついたぐらいじゃない。一瞬で消えて一瞬でつくんですよ。え？わかります？はぁ。大体わかんないですけど、水銀灯っていうぼやーっとついてくやつが多いんでしょ。そっか、ふわーんってついてきますもんね。だから試合前に消すことなんかできないんですよ。消えたら最後30分ぐらいマックスまでかかるから。明度が足りなくて試合が滞っちゃったりするから、演出上ね、うんうん、体育館でもないし、うんうんうん、そこですね、岩手の照明は、岩銀スタジアムの照明はパッと消えるんです。真っ暗にできるんです。はー。しかもね、ええ、それはあると思うんですよ。しかも、うん、チアンガールのお姉様とかが出てきて踊ってる時にね、ビカビカできるんです。やってたわこれ。わかります？ダゾンで見てたよそれそうでしょ。まあそれがそれよりもいっぱい感動したことあったんですけど、いやもうそれすごいなと思って。最新鋭ですよ。そう、そういいことやな。あと、まあ、お昼ぐらいに入らせてもらってね、まあ、そのすごいんですよ。あれ中継塔があるでしょ、要はメインスタンド。はいはい、後ろ向いてもピッチがあるんですよ、同じような大きさ。すげえ。そうなの。これ鳥取がそうだって言いますよね、確か。あ、確かに確かに確かに。で、岩銀スタジアムもそうなんですよ。で、練習場が後ろにあるんです。はあ。だからレジェンドマッチの準備を、 J3 の準備をメインの方で進めながら、うん、ちびっこのサッカースクールはそのサブの方で行われてるんです。ああ実況としてね、グラウンドの方を見ながら放送室から準備してる時に、うんうん、背中の方から教室の声が聞こえてきて、うんうん、子供たちがバンドさんに、うん、おばんざーいって言わされてるのがめちゃめちゃ聞こえてきました。わかりますよね先生ね。わかるわかる。もう今 YouTube をみんな撮られてるから、うん、すごいメンバーだったんですよ。福西さんから佐藤優とね、久渡兄弟から、それこそバンドさんから鈴木孝之さんね、中田浩二さんね、中西英介さんね、かね、もうね、パッと思い出せないぐらいいっぱいですよ。すげえメンバー。紙用意しときゃよかったら、皆さんよかったらググっていただきたいですけども。城庄司さんでしょ、岡野さんですよ、鳥取県の。岡野氏、いや、僕今日は完全アウェーですねって言ってましたけどね。なんか似てるな。そうです。この後公式戦でしたからね。そうです、ね。そうですよ。岡野さんがすげえな。めちゃめちゃ皆さんやっぱり錆びることのないプレイ。本田康人さんとか見ましたよ。鹿島。はあ。中盤さばいてくれるでしょうね。盛り上がって地元の中学生とね、もう手を抜くことなく、11のドローでしたけどもね。はあ。頑張った中学生たちも。頑張りましたよ。うん、でも、いや、おじさんたち頑張ったな、これは。元選手とはいえ、すごいことだ、これは。感じさせなかったし、でもね。うん。あと、空が綺麗でしたよ、すごい岩手はね。いや、でも、やっぱ感動するんですよね、スタジアムってやっぱ高いとこ登るでしょ、で、邪魔なもんない、空が綺麗なのが、ファーって見ると感動するじゃないですか、あれって。そうですね。ね。で、その、メインスタンドから見ると、グラウンドがあって、空綺麗で、向こうに新幹線走ってるんですよね。そっか、そっか、そっか、そっか。はい、はい。はあ。だから、試合中に、レジェンドマッチ実況中にね、うん、みんなやっぱり見たい。で、お客さんもいっぱい来たの。その、
クラウドファンディングで集まったお金でバスとかチャーターして、うん、あの被災地からいっぱいお子さんを600人ぐらい招待して、バックスタンドの芝生席もいい感じです。皆さんこういっぱい入ってもらってね、いけいけって言ってんですけど、その目の前をですね、岡野さんが爆走ロングレンジのパスばっかバンバン出された。岡野さんがね、爆走するわけですよ、2、3回、うん、ね、ちょっと途中であのゆっくり走り出しましたけどね、ちょっとあの ハムをハムストリングあたりをケアし出しましたから、全然やっぱ素晴らしかったんですけど、野人感出てたんですけど、はい、途中、うん、岡野さんと新幹線がすれ違いましたからね、僕の角度からだといいもん見たと思って、にゃんって試合中にゃんっつって、はい、同じぐらいの速度でしたね、さすがに、ね、同じぐらいの速度いや嬉しかった。いやもっともっと選手いたんですけどね、もうこちらの思い出そうと思ったら思い出せますけど、今ちょっと喋ってるんでね、うん、いやすごかったですよ、すごい回に、まーさんもいや本当です、素晴らしい。始まってね、演出もあのまだほらビジョンがないわけですよ、うんうん、ビジョン演出がなんかすごい素敵で、うんうん、あの僕もいろいろスタジアム見ました、他のスポーツとかも演出見ましたけど、うん、あの大阪トモ大先生率いるスタジアム MC のね、元ほらベガルタのね、あのスタジアム MC さんでもいらっしゃって、先生がもう幼い頃からねテレビで見てる人なんでしょ。そうよ、伝えましたよ、出身のもう大スターですから、うん、伝えましたよそれを大阪先生に、はい、喜んでいただきました。いやそんなことないですよって言いながら、そんなことなくないだろうに、謙虚な方でしたよ。僕あのクラブハウスで知り合ってすごい仲良くなってね、今回あのこういう運びになったわけですけど、びっくりしました、あの迎えに来てくれたんですよホテルまで、ああ、その姿を見た時にちっちゃって思いました。ちっちゃいんですよ大阪さんそうなんですよね、ね、そうそうそう、なんかこう180ぐらいの、ね、人かと思ったら、そうなんですよ、ちっちゃかったです、すごいね、うん、めっちゃいい人なんかいろいろ、あで、あのグルージャの皆さんが集まるスポーツバーみたいなところも、その日はやってなかったですけど、そこを案内してもらったりとか、せん越ながら、ね、サインもなんか、お願いしますって言われたら、いや、僕なんて、僕なんてって思いながらね、デカデカと書いてきましたけども、ね、書いとるやないかい。いろいろお世話になっちゃったんですよ。いやで、いいね、そうそうそう、ビジョンないわけじゃないですか、だから、うん、試合前の選手紹介、ナバランとかね。なんたらーって言う時もさ、うん、ブレンナーという時も、うん、顔が出せないわけですよ、うん、大阪さんはそれをかっこいい声で言ってんですけど、うん、すごいの、あのチアの皆さんが出てきてでっかい番号と写真の、うん、顔写真のパネルを上げていくんです、こうトランプみたいに切りながら、それがね見事で、なんかすごいやれることをあのしっかり今やれることを精一杯っていう感じでもないんですよ。新しいんですよ。ただただ素敵で。いや確かにないですもんね。うん。そうなのよ。すげえ。そういうのも良かったし、やっぱ今ぐーっと順位も上げてきてるじゃない？うん。なんかそのチームの一番なんかこういい時期になんか立ち会えた感じもしましたよ。確かに。ね、試合も明日の日はあの岩手が勝って盛り上がって、うん。最後に花火まで上がっちゃったんですよ。ね。見てた見てた、大曲りの大曲りの花火がなかったから私は、うん、そういう花火がそういうことっていうこともあるらしいですよ。あ、時期的なものも踏まえてね、すごいわ、ね、ギズールにも会えたしねあとゴール裏も連れてもらって、あのちっちゃい、あのお子さんのキズールにも会いましたしね。あ、そんな、そうなの、写真撮ってもらっちゃったね。オリジナルキズールがいるんですよ、あのメンバーの、そうなんだ、何くんつったっけな、何くんつったっけな、かわいい、うん、そうなのよ、グルージャ物語なんかね、いい感じでしたよ、すごく、あなんかいいな、なんかほっこりしますね、なんなんて思ったの、ね、でもやっぱ僕一番すごいいいなと思ったのは、はい、クレア先生っていうのがいるんですよ先生、うん、今日はノバの先生がいらっしゃるんです、うん、クレア先生という女性のノバのクレア先生、ね、がですね、スタジアムイベント出てきて、いっぱい聞けて、いっぱい喋れるっていう、ちょっとノバウサキと一緒に出てくるんですよ、クレア先生っていう、うん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 、ね、外国人の先生が、ええ、クレア先生が、ハローって言いながら、
エビバディレッツゴーって言いながら、それすごい素敵なの、なんかスタジアムもみんなわーってなって人気あんの、クレア先生が。で子供たちとなんかノバウサギとキズールで PK 対決とかやってね、スリー、ツー、ワンってクレア先生がずっとすげえ楽しそうにやって、いっぱい聞けてって言うんでちょっと踊るんです。それがなんか素敵でね。はい、なんかいいな。友先生がクレア先生、ありがとうございました、クレア先生、クレア先生ズルはダメですよとかいうね、その、うん、なんていうんですかね、メインスタンドで DJ さんが座ってやってるんですけど、うんうん、ちょっと距離があるメインスタンド、こう前方のあのイベントをするとことは、ね、響き合う感じがすごくいいんですよ。これはスタジアムに行かないと絶対分かんないことだし、そうですね、そうそう、なかなか伝えにくいんですけども、最後も勝利の後の秋田監督とのやり取りなんかも、うん、そして鹿間選手得点したね、うん、ヒーローインタビューなんかも、もうメインスタンドに座ってるスタジアム DJ と、うん、まあ、要は記者席みたいなとこですよ、うんうん、にメインスタ、DJ ブースがあるんですけど、うんうん、そことこっちを向いて立ってる秋田さんで行われるんです。へー、これね僕もスタジアム DJ 経験もありますし、いろいろ経験もあるんですけど、これってすごく高度なことですよね。すっごいですね。目線もなかなか遠いし、でも意思疎通がない、うん、ただすごく見やすいわけですよね。こんな話面白いですか。感動したなっていう話、ね、興味深いよ、これは。いやいやいや、そう、テンポもいいですし、なんだかなんだかいいですよ。いいですね。なんか土地柄も含めてとか、はい、あとやっぱりなんか、なんとなくこれ試合中もそうでしたけど、これね、我々のグルージャー VS ガイナルム見てましたけど、あ、そうだ、ドジショー作ったんですもんね。そうなんですよ。そこも気づかずにいました、僕は。いや、もうこれはやるべき見るべきでしょってのね。はいはい。いや、なんかこうやっぱね、いつも通りですけど、うん、得点直後の、はい、秋チーム豊かあったんですね。それが見えないんですよ、メインからあったね。ベンチに隠れちゃって、やっぱりそうでしたか。そうなんですよ。あれが、特にセットプレイ後のやつとかね、に関してが、もう他のコーチが叩かれてたんで、多分仕込んだ人がいるんでしょうね。形なんですよね。なんか叩くんですよね、あれね。うん、あれがすごいいいですよって僕ら、しかもなんかね、いいですよって僕らも言わせてもらいました。そうですよね、はいはいはい、なんかね、こう叩くだと表現あれかもしれないけど、うん、なんか叩く側も叩かれる側もすげえ喜んでる表情なのがいいんですよね。あれはもう平和ですよね。本当ですよね。あとブレンネルが良かったね。そうですね、うん、ブレンネルが、やっぱり声出しちゃいけないじゃないですか。めちゃめちゃ今季最高ぐらいお客さん入ったんですけど、はいはい、声は出せないじゃないですか、うん、ね、ブレンネルの声がよく聞こえるんですよ、はいはい、ね、最終的にヒーローになった、はい、鹿間選手、鹿間選手得点者でもありますよ、鹿間選手のプレーが納得いかないと前線のコンビですから、はい、ブレンネルが鹿間って言うんですよ。何回もそれがもうちょっとつぼってですね、でも温かく見てるから岩手の方もそれちょっとクスクス笑ったりするんですよ。いや、やっぱりまああれなんだ。しかまみたいな、しかまって言わない時もあるんです。うおーみたいな時もあるんです。しかも選手はでもそれにね、文句を言うこともなく、ハードワークね、そして得点にまでつなげて、確かにね。ちなみにしかま選手、はい、大卒2年目ですけど、ブレンネルの方若いですからね。嘘でしょ、本当。いくつなんですか、ブレンネル選手は。22だから。綾瀬とか堂安とかのためです。あ、そうなんですね。あれ別に先輩後輩とかじゃない。あ、そう、じゃあしかも選手怒るべきだわ。でもね、うん、まあさ、はい、去年、はいはいはい、我々土井さん、土井光平選手、土井光平選手、はいはいはい、インタビューさせていただいた時に、はいはいはい、これ動画の中には残ってないかもしれないけど、会いたかったんですよ、土井さんとも ね、鈴木友選手とも会いたかったんですけど、そうですよね、やっぱちょっと遠慮しましたよ、こんなご時世だから、ね、まあそうですよね、そうそう、やっぱりゾーニングの考え方 で、はい、我々そのインタビューさせていただいた時に、はいはい、ちょっとした会話の中でおっしゃってたのが、うんうんうん、ちょっとなかなかね、プレスとか前から守備やらないブラジル人がいるって去年の開幕前の練習で言ってた。あれこそだから、そんなブレンネルが、めちゃめちゃやってたよ。だからもともとプレスとか、は？何それだった選手が守備を覚え、味方選手に対して、なんでお前プレスはめねえんだって言えるようになったこと。そういうことかもしれないんだね、あれはね。だからそれで、こう、だからファンの方々がクスクス笑ったのは、成長したね、ブレンネルっていう意味もあるんだろうなと。そうそう、そっか。なんか温かいの、すごくその雰囲気もね。なるほどね。いいなって。もう本当に、あれですよね、おばちゃんから、ちびっこまでいっぱいいましたよ。うん、いやー。すごく、雰囲気もいいし、いいね、副社長さんとかも喋りましたけど、すっげえ面白かったですよ。
個性豊かな、いろんな人いましたし。そう、もう一回グルージョさんちょっとインタビューさせていただきたいですね。ちゃんゆきちゃんっていうね、チームの、あの、スタジアムで、ともさんと一緒にやってる可愛らしい女の子がいるんです。チームのアイドルみたいな。ちゃんゆきちゃんにね、こうアテンドしてもらって、そのスタジアム内を歩くとね、すごいんですよ。なんか写真もね、いっぱい撮られますし、人も集まってくるしね、あの、スタグルとかいっぱいもらえるんです。すげえ。ちゃんゆきちゃんの人気がありすぎて。ね、締め際とかも、ちゃんゆきちゃんこれ持ってきなよ、ちゃんゆきちゃんこれ持ってきなよ最後、まーさんこれ持ってきなよって言われました。ちゃんゆきちゃんに。いいのなんつって、いっぱいもらいましたけどね。プライドしてきたな。また来ちゃったね。ありがとうございます。いや、なんかね、愛に溢れた、なんかすごいいいですね。こう、チームフェーズっていろいろですし、これからのチームもすごい、うん、なんか、この川崎もね、お邪魔しましたけど、なんか、そうですね。それぞれの良さあるよなーっていうね。たまらんなーっつって。たまらんなー。原ひろみさんもいらっしゃってましたよ。え？ね、マジ？チラチラ見ちゃいました、私。いや。ファンですから、チラチラ見ちゃいましたけど、やっぱり声かける勇気はなかった。チラチラ見ちゃいました。声かけてもね、なんて言ってるかわかんないから。まあそうですね。でも、あ、そう、実況の方とか、渡辺祐介さん、声かけていただいて、すごいよ、なんかね、うん、実況、いつもお疲れ様ですって。あ、本当ですか？本当ご存知でいらっしゃって、あ、嬉しいですね。って、YouTube も見てますよって言って。あら！嬉しくない？そう、そういう方結構いたよ。いや、嬉しいね。ありがたかったですね。これだからもうこれね、今聞いてくださってる方々がね、ツイッターとかも含めてこう広めていただいてるね、こともきっとあるでしょうから。ボール裏の方もいっぱいそうやって言ってくれたよ。あらら。そうそうそう。あらららら。で、先生すごいですね。結構当たってますよ、すごいとか言ってまして、言ってくれてましたね。何を、いや喜びますつって。ありがとうございます。聞いてくれてるといいな。そうね。ありがとうです。いつか遊びに行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。うん、ね。なんかその次の日に帰ってきて今日ね。うん。今日横浜だったじゃないですか。10月10日ね、我々、横浜フットボール映画祭さん。そうそう、その話はまたね、やりたいですけど。うん。パッというスケジュール見たら、パッと新しいスケジュールも入ってて。うん。すっごい岩手戦のアウェイの実況めっちゃ入ってたんですよ。偶然です、これ。すごい奇跡ですよね、これ。マジ？はい。そんなにすげえ同じえここから入ってきたってことでしょ偶然ですよだから関東近辺のすごいわーと思いながらおりましたね、これはね YSCC もそうだしもうねもう JS2 のチーム全部調べるから、うん、全部やっぱ愛しちゃうんですけどそうやよね、もちろんなんかいいなーなんて思ってこうやってなんか一個一個スタジアムとかね来たいなーなんつって思って、うん、実況の時はほらテンパってるから前日資料とかを見ながらね、やっぱ少しでも頑張ろうって、テンパってるから、なかなかそうじゃないけど、こう、そうだ、待ってて、前乗りさせてもらってさ、いろいろ、うんうん、楽しかったな前乗りのお仕事待ってますよ、皆さん。前乗りでね、なんかそういうクラブのさ、方とお話してもらいながら、サポーターさんまで話す、ね、その、ともさんはやっぱそういう、クラブアドバイザーでもあるから、全部、なんか多分、味わしてくれたんじゃないですかね。なるほどな。ともさんありがとうございます。ここできればいいと思いましたし、なんかね、井上も行ってきたシリーズにちょっと呼んでいただけませんか。いやー、どうぞ皆さん。各チームの皆さんね、前乗りがいいな。いやそれこそね、我々、はい、この間うん、梅田海斗選手。はいはいはい、インタビューもね、実はさせていただいたところがあったんですけど、はいはいはい、嬉しかったことがあったのがさ、はいはい、終わった後に、うん、宮崎の広報担当の鈴木さんってね、我々もその、ねはいはい、そうそう、鈴木さんって広報の方、はい、いらっしゃるんですけど、うん、彼もそこ、ツイッターやられていて、はい、で、そして、いや、今回の取材も面白かったな、魅力がいつも面白いんだな、やっぱ、あったかいな、みたいな感じでこうツイートしていただいてたんですよ。嬉しい、実は。嬉しい。そしたらそこで、さらにいただいたのが、うん、次回からまたなんかあったら、うん、なんかその取材いただいた、そのアフタートークみたいなことまでやっていいのか分かんないけど、やりましょうよなんて。やりたいですね。熱く言っていただいて。やりたいですね。宮崎さんともなんかいろいろ交流できるんじゃないかなと思って。前乗りがいいなぁ。宮崎さんさぬきさん富山さん節操なくなっちゃいますね。本当ですね。いやそう、だからこのね、いろいろな方に、出会った、うん、週末、うん、前編をねお話しさせていただきました。後編は横浜編っていうのが先生と一緒にねありますから。やりましょうやりましょう。でもなんか
うん、つくづく花火っていいなと思いましたね。もろなんかその日会ったこととか、うん、前の日喋ったこととか、なんか出会えた喜びとか、やっぱサッカーっていいなと思った日なんですよ。すごくやっぱ共通語としてサッカー好きの仲良くなるスピードの速さとか、ちょっと喋れば分かり合う感じ、うん、なんかとか、同じもので騒いだりとかさ、勝ち負けもそら相手も敵もないわけじゃないですか。そういうとこは、うん、みんなで花火を見上げながらさ、うん、ね、すごいちょうど暗くなった照明パーッと消えてさ、スパーンと明るいですよ、花火がね。それを見ながらなんかパッと光って咲いた花火を見ていたっていう曲が流れだと、なんかわかるんですけど泣きそうになったんですね。ええ、なんか泣きそうなじゃないですか。やっぱなんかいいなって思って、なんかいい、ね、このミラカもそうだけど、いい、ね、サッカーも好きでね、こうなんかいろいろやってきて出会えてよかったなって、お笑いもやってきてよかったなって思って、うん、なんかありがたいなっていう思いがさ、ありがたい、ね、パッと光って咲いたに乗ってさ、あーって、ね、そうなってちょっとね、まあとなんかどっか出したけど、その動画も撮ってさ、ね、で終わって、はい、でちゃんゆきちゃん、かわいこちゃんが横にいたから、いや、ちゃんゆきちゃん感動するねこれはね、ちゃんゆきちゃんが曲じゃないですかって言ってて、そうかそれもあるなっつっていや、曲とね、もちろん花火と、その日の、もちろんトータルなんだけど、今日、そういえば曲も結構でかいな、と思って、その、まあそうね、演出ね。演出が良かったっていうのはありますね。まあそれは冗談ですけど、ね、それは冗談ですけど、それを思ったっていうね。いや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 。ありがとうございました。そして、ありがとうございました。皆様。皆様ありがとうございました。レジェンドの皆様もね。お疲れ様でした。福西さんとかにね、お久しぶりですってこう言いたかったですけど、やっぱり。ああ、そうですよね、まさんね。難しいじゃないですか。いや、そう。アホや思われますからね。まだちょっと機会がありましたらね。そう、原ひろみさんにもね、声かけたかったんですけど、ね。機会がありましたら。SP の方にこう腕ひねられたら嫌ですからね、やっぱね。JFA のご重鎮に、あだだだだだってね、かっこ悪いですから。スタンドでね、メインスタンドで腕ひねられてるわけです。おじさんがね。でも一人でいらっしゃってた感じでしたね。はあ。やっぱフラットね、あのチェアマンもそうですけど、やっぱりいいですね、ああいう姿をね、こう拝見するとね。素晴らしいですね。確かに。そんな。うん。そんな、なんかまあまだ話したんですけど、また思い出したら言いますね、とりあえず。まあそうですね。まだこれあと後編に続く。長くなっちゃって前ですんでね。はい。ということで、土曜日の岩手編、金土ですけどね、はい、私ね。はい。あとは、前乗りでお待ちしてますっていうメッセージ。宮崎さんこれもね、サッカークラブでなくても居酒屋さんとかでも大丈夫なんでね、前乗り、ね、スポーツバーさんとかで見てね、スポーツバーさん、スポーツバーさんってアクティブなおばあちゃんのことじゃないですよ。すごい受けた、先生にすごい受けた。爆笑した時は声消えるんですよ、これズームのね、あの高音すぎて犬笛みたいで聞こえなくなる先生の声が、ね、今すごい笑ってます。スポーツバーさんとかね、そうですね。かけていきたい。またでも岩手にも行きたいな。なんかちょっとあのすごい友達できた感じだったんです。都道府県さん。急にね。都道府県さんってなんだろう。ちょっと井上まあ気候ね、ちょっとまたやりたい。いやいいな。まあもちろんそのお仕事もさせていただきたいです。そのね、あのアフタートークで盛り上げさせていただければ嬉しい。できることはそんぐらいなんでね、また。そうですね。思ってます。ありがとうございます。土曜日編、金土編でございます。じゃあ日曜日編に。また明日出しましょうね。そうですね。はい、横浜ボール映画再編。うん。もうジーンときましたね、この日もね。そうですね。ただまあ爆笑エピソードもあったけどね。いろんな人に会った。びっくりした。ね。そうですね。はい、ちょっとエモかった、確かに。明日に続きましょう。いや、エモかった。はい、エモい週末でございました。はい。で、なんかこう頭ぐるぐるっと回って、先生あれでしょ、逃げ馬差し馬のパターン思いついちゃったわけだから、そういうことです ね、 ね、そんなの朝出てますから、朝出てる動画も見てください、本赤の方でね、はい、はい、裏赤でお送りしました、サブチャンネルでお送りしました、こちらもチャンネル登録一つよろしくお願いいたします、願いね、井上まあでございました、ノーミルク佐藤でした。ね、本チャンネルこっちは自由で喋れるから、こっちで、ね、確かにね、しました、はい、これは4年目もよろしく、あそうだ4年目だったんですね、そう、まあそれも次の方でね、はい、話そうかな、井上まあでした、ノーミルク佐藤でした、ありがとうございました、ありがとうございました。